部長です。紬だよ。ここからプリズムハイランドだな。いきなりイベントから入ったね。これは前回の最後で見たガキたちだな。確かオルゴールを探していたはず。もしかして、なんだ。人間が珍しい。っていうかとっくに気づいてるけど。いきなり飛行機か。飛行機は存在するんだ。その間に逃げたようだな。ベタな演出だな。この辺りもな。いたはずなのに。これで探しに行けって感じだな。今は右にしか進めないけど。でやはりドワーフが攻撃してくるか。精霊のおかげで飛び道具は意味ないから安心して進めそう。攻撃が複数来たらまずいな。今のところは単発だね。さっきの子たちはまだ近くにいそう。この会話から飛行機はこの世界になさそうだな。一番右の子が本で読んで知ったってことみたい。それでも飛行機そのものは何のことか分かってなさそうだが。この感じだとあっさり追いつきそう。そんな簡単にいけるか。途中妨害は入るだろうけど。これぐらいは想定内だな。あるとしたらイベントで邪魔される可能性だね。さっきの遅れてた子だけに引っかかってる。どう考えてもおかしいだろ。なんか罠に引っかかって上に吊るされた感じに。というか地震か。あ、崩れた。これで先に進めなくなるか。なんかもう一段来そう。その前に助けることを優先だな。これだとチャージショットかな。これで降りられたな。とりあえずよかった。こっちも助けてくれるの？そんな感じだが。ヒロもにっこり。また来たな。ある意味予想通り。やはり簡単に進ませてくれないな。でここで1万円？特にセリフはないようだが。着地失敗。なんだこの顔は。お尻を打ったようだな。もしかして最初もそうだったのかな。でレオは頭の上にいないな。近くにレオがいない。どうやら落盤の時にはぐれたようだ。これだとグリマーがまた使えなくなるんじゃ。そっちこそ誰だ。この森の住人か。どこからとなくなり響く音が伝わってきた。声の主は相当寝起きが悪かったようだ。これは落盤した時の音が原因でしょう。上にいるとは限らないと思うが。何も返事はなかった。なんか寂しそうだな。レオがいないため一時的にグリマーの使用ができなくなりました。またこれか。攻撃ができなくなるぐらいはな。とりあえずセーブはしとこ。ここから少し調べないとな。渾身でいいのかな。メニューにあったやつだな。照明。どうやらここを攻略すれば渾身とやらが手に入るんじゃないか。もしかしてこれを登っていけばいいだけ。だとしたらものすごく簡単な気もするが。まあ登るだけ登ってみよう。二段ジャンプもできなくなってるな。それもレオがいないせいか。右にもなんかある。共鳴者よ、すでに輝かしい渾身を所持しているのか。これは集めてきてからここに来るようだな。この先に行かないとダメか。芽吹きたての苗木で、今だとまだ何にも使えないようだ。これもナンパアイテムが足りない感じか。それもこの森で見つかるのかもな。でも行くのか。中央のは気になるけど。結局行ってしまうんだな。なんか動く音が聞こえる。って翻訳されてない。おそらく不気味な響きの元が近くにありそうだ。ぐらいの意味だろう。日本の漢字で表現できないものは当て字ね。それでディープウェルで訳すとそうなった。まあ探しに行かないと。だが攻撃できないのはきついな。レオが見つかるまではなんとかやっていかないと。こういうところはできるだけ当たらないようにな。
今のままだと回復も宝石も何ともできないしね。ここも無視して突っ走るしかない。本当は様子を見たいところだな。そうしちゃうと敵が溜まっちゃいそうだね。ここは引きつけたかったが、それはそれで自利品になりそうだし、これはさっきのにはめることができるのかな。そんな感じもするが、で竜の結晶かえってあったから、他にも竜の結晶がありそうだな。何個あるかわからないけど全部集めないとダメなんだろうな。そうなるだろう。レオのいない状態でどこまで行かないといけないのやら。できるだけ被弾を抑えていくしかないな。で今度はドワーフかな。やはり敵になったか。槍を投げてくるだけならそんなだけど、ちゃんと高低差もあれば大丈夫そうだな。真横にしか投げられなさそうだし。で今回は左回りで進む感じか。もしレオがいるならあの崖の上を目指した方がいいと思って。その方が可能性があるか。さすがにこのままはきついから、せめて攻撃できるようになればな。敵を片付ければ探索は楽になるし。でここも左だな。しばらくはそうやって崖の上を目指そう。でここはどうするんだ。一旦左回りで下に。それもありか。左回りを続ければ知ってる場所に出るはず。確かにな。ただ敵を倒せないから一度行った場所かの判断には迷いそうだな。それは後でマスも確認しながらやるしかないね。しかし敵が倒せないのは厄介だ。場合によってはダメージ覚悟で行かないといけないし。ってなんだろう。敵もいる中でイベントか。そんなの分かるわけがない。質問も唐突だな。ウォングって、ただ意味はありそうだな。選択ミスった。そういう意味ではなく、ここで何かしないといけないということだ。それはそんな感じするけど、敵ワードが対称性だな。さすがにここは翻訳合わせてほしいな。見た感じ大丈夫そうだが、完全に対象とは言い難いけど、やっぱりそうか。細かいところはな。罪深きものって、これは何かを壊して対象にする感じか。じゃあこの画面を覚えないと。罪悪をなくせか。もし何かを壊すにしてもレオがいないとな。じゃないと今は攻撃もできないしね。一つは回復用の宝石だと思うけど、今はそれすら壊せないからな。やっぱりレオを探してこないと。上から降ってきた。赤いドワーフはワーク攻撃のようだな。それはいいけど、この調子で持つかな。なんとかやっていくしかないだろう。まだ精霊がいて助かったけど、攻撃するのをつけてもいいかもな。とこれはレオみたいだな。ちゃんと生きてる。まあ冠というぐらいだから金属だろうしな。翻訳が面白い。打ちどころが悪かった感じだな。確かに嫌い笑顔。自虐か。しがみつくって言っても、いやレオがいないとこっちは攻撃できないし、二段ジャンプも封じられてるしな。早く進もうって。とりあえずはなんとかなりそうだな。グリマーを操る力を取り戻しました。それよりレオが二人いるのが気になるけど、特に触れるわけじゃないし。でそっちに行くのか。なんか戻れそうな気がしない。どうやら合ってたようだな。とりあえず回復。またここから進んでいかないとな。さすがに攻撃できれば今度は余裕。二段ジャンプもできるし。ただ左上には行けないようだな。まあそれはそれでいいよ。どうせ回らないとダメそうだしな。ここからは敵を倒しながら。やはり進んだだけあって耐久力は上がってそうだな。チャージに振ってはダメだね。チャージ3発といったところか。中高とか通常攻撃に混ぜながらやらないと。でこいつは壊せない。タイミングを見て避けていくしかないな。
敵を排除してればそこまで効かないか。これまでがきつかったからな。やっぱり排除できないのとはわけが違う。ここも確実に排除して、就航に狩りといったところか。一発目はチャージだったけど、多分そんなもんだよね。でまたここを登っていけば。落ち着いてな。タイミングは測りやすいから大丈夫。やっぱり硬そう。通常攻撃の当たる音からしてな。宝石の魔物って感じ。ここの左はないな。そうだね。ここも敵の数を減らせば。減らすまでに時間がかかってしまうな。フリマーももう一つあれば楽なんだろうけど。見つかるとしてもここだろう。でも2段ジャンプ取ったから前のところにもあるかも。その可能性はあるな。戻るとしても時空扉を見つけないと。デドアーフか。盾持ってるのは気になる。普通にダメージ取れてるが。という隠せられたか。正面からの攻撃はダメなパターンか。背後から回り込んでってことだな。就航なら大丈夫っぽいけど。可能性として攻撃モーション中はダメージ取れるのかもな。確かにそういうのはあるよね。どちらにせよ面倒だな。でもそれぐらいなら進むのには困らないかな。時間はかかるがな。デブジカネも壊せたけど。左に向かうのか。さっきの対称性の話のところ解決してないし。そうだったな。分かりそうなところは早めに片付けた方がいいしね。出ないと忘れてしまうからな。やってる最中は特にね。というか油断してないか。まあこれぐらいは大丈夫でしょう。ここまであまり回復を見なかったが。さっきは攻撃できない状態でここに来て大丈夫だったから。最悪セーブに戻ればってか。そうそう。それはそれでまた敵が復活して面倒な気もするが。まあその場合は早送りとかカットとかって言ってもあるから。あまり使いたくない方法だな。で就航やっぱり防がれてんだ。素直に攻撃の後でチャージを入れる方が良さそうだな。通常だとそんなにダメージ取れないし。早く飛び越えてもダメだな。モーション入ってから後ろに回らないとダメだね。じゃあ下に向かおう。これでさっきの対称性の部屋に行けそうだな。また敵は片付けないと。さすがに敵も一通り見たから倍速でもいいんじゃないか。それもそうだね。というかこれ倍速じゃないな。3倍速にした。やっぱり敵の処理に時間がかかっちゃって。ドワーフに時間がかかるか。やっぱり正面ダメっていうのが。後蒸気出すのも待ったりしないといけないし。また中国語。確かにこいつも対称性を歪めてるな。なんか壊す方法はありそうだけど。でまたドアーフか。ちょっとここは処理に手間取っちゃった。最初来た時よりやられそうになってないか。相手にしすぎるのも良くないってことだね。とりあえず回復用の宝石を破壊。これで対象になったかな。どうだろうね。とりあえず敵を片付けて、さっきレオがいたところに。まあ変わらないと思うが。レオはいないか。これでさっきの彫刻のところに戻って何か進むかだな。なんだろう、他もありそうな気がするんだよね。その時はその時だな。どうやら合ってたんじゃないか。やっぱり中国語は。大した内容ではないが。こいつも怪しい。レオが波のやり方ではと言っているしな。これは調べたのか。どうなんだろう、止まっただけかも。出ないようだが。まだなんか壊さないといけないのか。うん、わからない。雰囲気的にあの彫刻を壊すのが正しそうだが。それは今ではなさそうだね。でどうするんだ。このままもう少し探そうと思ったけど、まだ行けそうな場所はあるからそっちから行こう。妥当な判断だな。でこのエレベーターで。もう一つ。ここまでか。また建物違うな。慣れれば大したことないけど。どうしても待ちなな。背後に回ったら一撃でもいいと思うけど。それはそれで難易度が一気に落ちそうだな。難易度だけなら途中で変更もできるし。セーブの時のメニューに変更が増えてたね。初日はなかったんだな。アップデートで増えたんだろうね。でここは上に行けるのかな。右側の方は行けそうだったな。でまたドワーフ。
うまく処理したいところだ。どうしても間違いな、中古を絡めても時間差が。それも面倒なところだ。安全に進むためには倒さないと。もう少しテンポよく進めたいところだ。どうしようもない、またいるし。他の敵もいるのか。あいつはそんなに面倒じゃないけど。チャージがうまくはまってるな。貫通なのは助かってる。多分画面内で倒せたな。あとはドワーフ。背後に回るまでが面倒だな。中高のタイミングでもう少し楽になってもいいと思うけど。でかい服か。レオガなんか言ってる。共鳴を出しているものを探さないのか。か。だとするとそれを探すのが先か。その可能性が高いな。でも今まで来た場所にあったのかな。その可能性が高いからこその発言だ。怪しいとすれば魔界島の部屋なんだろうけど。あそこはあれ以上難しい気もするな。だから今は進めそうなところを進んでいくしかないね。そうなってしまうな。あ、赤いドワーフもいた。偶然だと思うが赤いやつの攻撃に当たらなかったな。上から以外に突進もあったのはびっくり。移動距離が短くて助かったな。後就航もいい感じで機能してくれたし。お、また竜の結晶かな。今度は凛か。やっぱり複数ありそうだね。そうなると探索も大変そうだな。本格的に探索ものになってきた。それはそれで良いが。で、今の状態を確認しよう。ここはプリズムハイランドではなかったんだな。一番左のが落ちてきたところかな。まだ右にも結構行けそうだな。感覚的にまだ半分も行ってないね。マップから判断するとそうなるな。まあ地道に探索していこう。今度は右に向かうのか。念のためもう一周しようかと思って。さすがに何もないと思うが。だから念のためだって。で、さっきの結晶まで来たぞ。この左の空間今はいけないだろう。あそこもどっかから回っていくんだろうな。とりあえず戻るか。ここから右にも行かないのか。ちょっとマップ見てから。これだと左上と右上か。また見るのか。いや、ちゃんと見ようと。で、結局どうするんだ。下の方からも右に行けたからそっちから行こうかと。まあ最終的に回ることになるからいいと思うが。で、また大将の部屋に行くのか。なんか場面が飛んだが、大将の部屋はどうなったんだ。結局何もなかったんで、さっき言ってた下の方で右に行けるところぐるっと回ってきたのか。あえてセーブしなかったんで、敵が出てくるところが目印になった。まあここらから本格的に迷うところだな。正確には条件を満たさないと先に進めないっていう。その条件を探すのが大変なんだな。そう、アイテムなのかギミックなのか。今はアイテムが不足してると判断したんだな。なかなか大変。また敵の処理がな。どうなんだろう。何がだ。このままだと結構時間がかかるんだよね。加速するかか。そうだけど。まあ加速しなくてもいいんじゃないか。その分早く処理できるようになってはもらいたいが。そうするか。ちょっとじれったいかもだけど付き合ってもらえれば。まあその分、一度行ったところは極力カットだな。カットした分で分かりづらそうなところは極力口でフォローする方向で。それが無難か。ただ途中で黙っちゃったらごめん。同じようなのが続くと喋ることもなくなるから。ちょっとこれが入ってきてるけど。やはりこの盾持ちな。無視してもいいけど後だな。お、 HP 強化か。下から回ってくれば取れそう。ちゃんと回れるかは別だが。これはいけるパターン。取れそうだな。帰り道も作ったし。本当はグリマーが欲しかったところだな。やっぱり攻撃力が低いから時間がかかっちゃう部分大きいしね。で、今の場所は部屋としては移動してないな。画面切り替え挟んでないからそうだね。じゃあまた右に行くところを探さないとな。探索はいいけどやっぱり敵が面倒。そうだな。ほんと通常攻撃強くなってくれないかな。ここからは戻っていく感じか。
とりあえず右に行けそうな場所を探しながらね。というかここだな。確かに今までは左に行ってたから。敵もいるしな。これはこれで厄介だな。中高もうまく絡めた方がいい。 X と Y の位置が微妙。確かに同時をしにくいところだが、そういえばコンフィルは変更してないんだよ。連打を考えると普通のボタンの方がいい。その点はな。今使ってない B ボタンを当てるのもありかもだけど、そもそもできるか試してない。とりあえずまだ来てない場所に入ったか。今度は地上からの蒸気。まずは敵を排除だな。蒸気だけなら大したことないし。ただ背景の雰囲気は変わったな。森っていうより洞窟っぽくなったね。でジャンプ台か。変にジャンプボタンを押しちゃうとちゃんと飛んでくれない。そのせいで三段ジャンプっぽくなってたのか。まあ上に変なトラップなくてよかったけど。ここからはそれもあるからな。うまくタイミングを測って飛んでねってことだね。でここから行ってみよう。ほい。でここは連続か。これは想定外。いて。面倒だな。無理に連続じゃない方がいいかも。どんどんダメージをもらってるぞ。難しい。とりあえずこれで大丈夫。運よく回復もあってよかった。でもこれじゃ半分にもならなさそうだけど。ないよりはな。ここからまだ右はいけるか。まだこの部屋自体の探索もあるからな。とここでミラーエッセンス結構集まってそうだな。まあ4つは持ってたからね。そのうち戻って孵化させないとな。もっとあっさり村に帰れると思ってたのに。今のところその手段が見当たらない。そこまではなんとかしたい。見つかってるのはセーブポイントだけだから。ある意味閉じ込められた気分。というか閉じ込められてるからな、この状態。そういえば吹いて帰ることすらできないんだった。とりあえず右を目指すか。おっ、セーブポイント。ようやくか。まあそこまで進んでないから。単純にこれだけだな。一応このマップの中央っぽいね。と言っても半分も来てない気がするが。今度は暗くなった。ここで照明用の精鋭が活躍か。そうなるよね。では早速。その前に外さないとな。それが面倒。さすがに一つしか装備できないんであれば切り替えって方がいいが。これは二つ目とかを意識してこうしたんだろうね。でこれはなんて言ったの。ここ暗い。ちなみにレオの方は長いから翻訳しないな。レオの方が重要そうなのに。まあ明かりをつけて進めばなんとかなるんじゃないか。それしかないけど。なんかオブジェクトがあるな。お、後ろも明るくなったな。これを見つけながら進んでいけばいいか。一応通ってきた場所もわかるようになりそうだしな。うん、こっち来るの正解だったのかな。少なくとも時計塔でゲットした精霊が活躍してるから来てはダメということはないだろうが。またあのオブジェクトがあった。本当に明るくしながら進める感じだな。これを探しつつ探索だね。ちゃんと下も見ないと怖いな。ここは反対から回ってくるところか。あの感じだと上からっぽいけど。先に下に行くか。下からなら左に行けそうだったし。左なら行き止まりの可能性が高いしな。そう思ってあえて。でまだ上に行けそう。二段ジャンプもこのためだしな。でオブジェクト。そして敵も来たぞ。こいつはそこまでじゃないけど。素直に攻撃を受けてくれるからな。でこれ以上上はいけないか。戻って左を目指すか。そうだね。でここも現状で終わり。となるとさらに戻らないとな。結構複雑になってきたな。今度は下か。戻れそうではあるな。でミラーエッセンスで終わり。となるとこの部屋自体がここで終わりか。左に向かう部分としてはそうじゃないかな。となると今度は戻って右だな。なんかまだ左ありそうだけど。
そういえば右からも降りられるな。行ってみよう。という加減症、まだこの道以外にもあるだろう。ここにエレベーター使って降りるか。ここからなら左に行けそうな手脇道。よく反応できたな。これも偶然だけど。手新たな敵か。素直にダメージ取れるなら大丈夫で。弾が複数で暗い中で跳ね返る。中高ももちょっとうまく使わないと。せっかく来たのにただの現象だった。まあそれはそれでいいけど、この人の方が重要だし。エレベーターはここまでか。ここからも右に行けるのか。手間が敵がいるし。先に左か。この下のところ毒っぽいな。後で調べることにしよう。ここはタイミング。あ、何してるんだ。いや、操作ミスです。カエはちゃんと気をつけるよ。最後は一気に。そこで無理しなくてもな。じゃあこの毒っぽいところ大丈夫かな。特にダメージを受けてる感じはないな。なら別の意味があるか。お、久しぶりにとても人ワーフ。またここで時間が取られそうだな。処理方法は大したことないんだけどな。中高も当てられれば。ひたすら面倒。割り切っていくしかない。そうだよね。とりあえず左に抜けられそうだな。なんか明るいところに出た。イベントぐらいは発生しそうだが。そんな雰囲気あるよね。左はこれで行き止まりっぽい。そうなると中心のオブジェクトを操作か。それで何か起きそう。これは落とされた。足場が動いていくな。というかボス戦というよりザコが来そうだ。モンスターハッカー。今までになかった演出だ。セーブポイントもなかったのに。だからこそボスじゃないんだろう。 BGM も変わらないしな。前がいるぐらいなら大したことはなさそうだけど。なかなかやらしいことしてるな。範囲内からの攻撃は上等手段って面倒なの来た。場所さえしっかりしてれば当たらない気がするな。何か下にもいるんだよね。あれは赤いドワーフっぽいな。とりあえず下のから片付けないとダメか。そこで集攻しててもダメだしな。危険中でやるしかない。上の盾持ちは今は無視できるから赤いの処理すればなんとかなるだろう。手配の戦い慣れてないから食らっちゃったよ。この婦人だとあの盾持ちはジャンプ対策か。赤いやつの突進をジャンプでかわした時に動く感じが。タイミングもそんなに合わなさそうだな。それよりまた敵が増えた。チャージショットも活用しないと厳しそうだな。襲攻も絡めないと。敵の弾を防ぐためにもな。この感じだと精霊を変えた方がいいんだろうな。そういう抱えないのか。この時は忘れてるんだよね。ならしょうがないな。でこの盾持ちをなんとかしたいけど。モーション見てチャージが安定しそうだな。襲攻でもいいんだろうけど。どうしても正面に行ってしまうとな。同じ高さに。そして知らない敵も出る。今は体当たりしてしまった。なんだこいつ。ここまで敵が増えてしまうと厳しい。素直に地上のドワーフから。そして上のドワーフもやれてないな。中央の弾出してくるやつも面倒だな。とりあえず一体片付いたな。こいつは処理したら終わりならいいけど。というかまだ地上に盾持ちいたのか。でまだ出てくるの。かなり厳しい。簡単にやれはサイドからやらないと。鎌も面倒そうだな。追尾してくるし。しかも結構長いな。ここまで敵が増えると本当どうしようもないな。結構いけそうな感じもなくもないな。確かにこれで最後なら。エサマが来ると言ってやりにやられた。これはきついな。さすがにかけられた。もうちょっとあるけど。残りをかわしてかけられる。いて。ここまでか。これってどこに戻される。ここからか。